はい、どうも、はじまきよしろです。いや、その、いや、ポリデントの広告に物申したいと。ねえ、いや、マジでさ、俺たちまだ入れ歯じゃないじゃん。なのになんでポリデントの CM やってくるかなと。まだ入れ歯の CM なら分かるよ。あの、ポリデントってまず入れ歯前提で話してくるじゃん。ポリデント、あの、入れ歯洗浄剤みたいなやつだろ。いや、あなた入れ歯持ってるですよね、だったらポリデントみたいな感じじゃん。なんだよな、そんな。俺入れ歯に、まあ、まだ入れ歯じゃないですよ。まあ、ジジババアになったらね。ババアはないわ。その選択肢はないわ。ジジになったら、ね、こう、これそう入れ歯だ。そう入れ歯になるかもしれないけどさ。いや、何って、そのマーケティング間違えてないって思う。やっぱその YouTube 見てる人でさ、そんなジジいねえよ。なあ、テレビ見てるだけでなんかすごいこの、通常のやつより羽毛が3倍厚いんですとかいうセールスを受けて、あ、買っちゃうみたいなね、ジジババアが見てるわけじゃないんだよ、 YouTube は。なのになんでポリデントの CM するんだよ。やけくそかお前らな、ポリデントさんよ、対象製薬か、やばくない。だってまずあれはポリデントっていうのは入れ歯前提じゃん。俺はその人を笑かせるためにそう入れ歯にはしないよ。さすがにそれはできないよ。そんな、みんな面白いでしょうって言って、そういればにしたんですって。そんな、そこまで俺は笑いに、なんだろうな、鋭くいかないっていうか、がめつくはいかないよ。そんな、そういればでパクパク、あ、パク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 って言ったらね、確かに面白いよね。15歳のクソガキがいればパク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 って言ったらね、怖いよね。ちょっと世も末だよね。うん、なんかツイッターで炎上してるそういうやつらの1個2個上行ってるよな。そういうやつは、そういうやつにはまだ俺にはな、俺はなれない。そこまで俺はみんなが笑ってくれるからといって自己犠牲はできない。うん、お腹痛い。でもそう思いませんかって話ですよ。なんで子供ばっか見てるところでポリデントの CM すんの。いや、それは入れ歯の CM すんならまだ分かりますよ。ポリデントって何でもいいのかよって思いますよね。はい、それだけだ。でもよくあるじゃないですか、なんか何々に物申すとか言って、なんかこうやってやってる人いるじゃないですか。俺あの人全然嫌いじゃないんですけど、なんか嫌いなんですよねっていうね。おお、すごいな、言葉のあやが。ということで、まあそういうことですよ。どういうことですか。なんでよ、なんで質問来いよみたいな。いや、まあそのなんかどうでもよくないって先生がよく言う言葉みたいな、なんかそれにいちいち反応してね。髪型がすごいな、今日は。今日は髪型がすごいな。今日とて髪型がすごいな。まあ、ということでね、いや、ポリデントに物申すという動画でした。はい、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価しないでください。しないでくださいっていうね。マイナスセールスをすることによって、あ、この子かわいそうって言ってチャンネル登録、高評価をさせるっていうね。さりげなく兵をこく男って。アクセ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 、あー、ヘはクセ、デブのヘはクセ。ということでね、今回もね、おしまいの時間がおしまいですね。はい、始まるんです。そう、始まるんです、第2部。ウィ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 、幕のモノマネすな、幕が上がるモノマネすな。うん、ということでね、何か喋ろうかなと思ってないんですよ。まあ、最近なんで動画投稿してないかっていうとね、いや、単純に動画がね、思いつかまないって言いながら、俺もヘタトゥーン動画出したけどな。うん、スプラトゥーンの動画出したけどな。うん、でもなんかスプラトゥーンが2日間やってないのはフェスがあるから。やっぱフェスって嫌なわけよ。だって俺はそういう行事にはもう一切関係しない。なんでって、やっぱそのフェスって自分が、俺下手なんです、スプラトゥーン。久しぶりにやって、久しぶる強そうですね。久しぶる、俺のストレート受けてみろ。あ、肩が。まあ、ということで、まあ、久しぶりじゃなくて、やっぱその最近スプラトゥーンまた再開し始めたんですよね。そしたらね、俺すごい下手なんだなと思って、その発売当時は結構俺上手かった方だったんすよ。飛び級できるくらい上手かった、つばが飛び級できるくらい上手かった。今雑魚、うん、今ねガチアサリ B マイナス帯だからな。いや、でもマジほんと下手ですよ。やっぱ継続は力なりなんだなって思いました。まあ、YouTube を続けてることによって今チャンネル登録者もね119人いるということで、やっぱ何でも続けなきゃあかんな。
ということで今日の動画はここら辺で終わらせていただきたいと思います。あのワイン開けるやつのモノマネ、それがスライドし始め、つまんないな。あ、これそういればの動きです。ということでありがとうございました。では次回の動画で会いましょう。ポピ、あー終わった。あーマジ疲れた。水飲もう。よし第3部ちょっと鼻水すすんのやめるわ。人が不快な音あえて近くで出すやつ、なんでそれやつ。いや、そんな顔芸で笑ってくれる人は最近少なくなったんでね。あーすごいなー。すごいな、顔が影になって。やっぱ照明ないとダメなんだ。買わねえけど、絶対買わねえけど、照明なんか。汚い航空内を見せるのはそれほどでやめて。 OK。 床暖房を痛めつけるやつ。いやマジ喋ることなくなった。じゃあおいとまさせていただきます。アメユー、ダメだな、これじゃ終われねえよ。ちょっといつものやつやっとくか。どこか、カメラこれか。ああ指紋見えちゃう。